アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、陰のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋理沙です。令和6年9月15日、場所は、大阪鶴見緑地球技場にて2024 X3 リーグ開幕戦第1節、その2試合目になります。クラブベアーズ対三重ファイヤーバードの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始は1試合目の試合の都合がありまして若干遅れ、13時50分キックオフとなっております。今両チームその試合前のウォームアップを終えまして、試合開始の時を待っているところにあります。手前側に陣取りますのが本日はホームチームという扱いになりますクラブベアーズです。かつてはマイカルベアーズとして関西三強の一角として名を成しました。しかしスポンサー離れましてクラブ活動家になりまして非常に苦しい時期ありましたが、昨今非常に多くの選手人材獲得になりまして再び、王座か、栄光の時を取り戻さんと今シーズン挑んでまいっております。対しますのは反対側に陣取っておりますホワイトをまとっている三重ファイヤーワードです。アメリカンフットボールの普及厳しい三重県というところに在籍しておりますクラブチームで人材確保非常に厳しい中、しかし少数精鋭素晴らしい戦いで常に X3 を賑わせております。今シーズンも陣容なんとか整えまして参戦参りました。果たして今シーズン結果伴う形になるでしょうか。この両雄による一戦が間もなく開始となります。試合に先出しまして協会の方で作成されましたアメリカンフットボールの1分間ダイジェストの紹介動画がございますので、それを一旦流させていただきます。ぜひご賞覧いただけますようよろしくお願いいたします。協会が作成いたしました X3 リーグ協賛によりますアメリカンフットボールの1分間ダイジェストの動画をご覧いただきました。簡単にそのアメリカンフットボールの概略をご覧いただくには分かりやすいと思いましたので今回協会の方にお願いいたしまして動画をいただき配信に使わせていただいております。皆様のご協力大変感謝申し上げます。このような形でこのアメリカンフットボールの配信は多くの方々のご協力ありまして成り立っております。この配信も X3 の全チームが合同して立ち上げました企画にのっとりまして、配信が実現いたしました。先ほど画面に映されているさまざまな企業様そして個人様のご支援ご寄付ご記者がありましてこの配信は実現しているという形になっております。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。これによりまして多くの方々により多くのアメリカンフットボールをご覧いただくことが叶いました。トップ層に当たります X1 あるいは関西関東学生リーグには確かに技量的には劣るかもしれません。しかしその勝負を白熱した戦いは歴史とした間違いなくアメリカンフットボールです。そしてかつてはそのステージで戦っていた選手も多く在籍しております。そういった方々の思いそしてそのアメリカンフットボールの思いとそして愛が詰まりましたこの X2
X リーグの配信はこのような行動の皆様のご向上をもちまして実現しております。現在もこの企画は募集しております。多くの方々のご支援ご協力を、ご理解ご協力をお願いしたいと思いますので、何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。またこの配信にあります、いただきました、お金がありました。それが私たちの、私の配信における特に遠方地における試合の配信の交通費にも負担が、できるような形になっております。それがありまして、地方にあります学生の方々のアメリカンフットボールを皆様のご注目に、届くような形が叶うようになりました。これらを含めまして、この活動は大きくアメリカンフットボールに貢献するための礎になっております。何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。現在試合前の調整がありまして、一旦試合開始の時をずらしている格好になっております。その調整終わりましたら試合開始という形になりますので、今しばらくお待ちいただけますようよろしくお願いいたします。早速チャット内のメッセージいただいております。ビーチ13、ローライダー様、頑張れメアーズのメッセージありがとうございます。ベアーズに対する復活を期待するメッセージ、非常に嬉しく思います。かつて関西においては現在も、優勢極めておりますパナソニックインパルス、そして、エレコム、当時はサンスターでしたファイニーズ、こういったところと常に関西の、トップ層を争う強豪の一角にありました。これも、X リーグ早々期、まさにゴールデンカードのその一翼を担っておりましたクラブベアーズの足跡でもあります。時代は変わりましたが、しかしその伝統は息づいております。クラブベアーズ今季こそ復活と念と多くの人材集まりまして、その時を控え、その復活の時を告げんとする開幕戦を迎えております。さあ、それに対します三重ファイヤーバードも、アメリカンフットボール普及もならない東海においてその一つの大きな共闘を施して存在を常に育てております。さあ、今シーズンこそそれを期待に応え成果につなげたいという形で挑んでくるこの2024シーズン、まもなく開幕となります。両チームサイドラインに並びました。審判団これより中央に進み出まして試合開始という形になります。さあ、審判団首脳陣招き入れまして、これより試合開始前の前のコイントスに入ります。令和6年9月15日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2024 X3 リーグ開幕戦の第1節、クラブベアーズ対三重ファイヤーバードの一戦まもなく行えます。試合開始13時55分に変更となりまして開催となります。これより両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームという形になりますクラブベアーズ。今シーズンよりチームのユニフォーム一新しまして、非常にシックな、グレーとそしてグリーンの、カラーリングによりますホームチームユニフォームに変わっております。対しますホワイトのユニフォームまとっているのが三重ファイヤーバードです。クラブベアーズキックオフ、三重ファイヤーバードリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止計時で行います。両チームサイドラインで激を飛ばして、これより試合開始となります。
まず試合はベアーズのキックオフで始まる形になります。キックオフキッカーはクラブベアーズ87番のユキタ、近畿大学出身です。対します三重ファイアーバード、リターナーを2枚配置しました。18番と81番が配置されております。18番は中村、摂南大学出身、81番は古山形大学出身です。さあ三重リターンに入ります。左サイドラインには駆け上がるように81番、自陣30ヤード付近を確保し、ここから三重ファイアーバードの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権継続とするか、あるいはその過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは三重ファイヤーバードの攻撃、ボールオン自陣30ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離10ヤード。まずパスプレー、オフェンスは最初のワンプレーをパスから入りました。オフェンスチームは開始点から後方より一度だけ前にパスが流れます。クォーターバック9番ランをフェイクにしてパスを投じましたが、これを見事にベアーズ17番がタックルしまして仕留め、原因なくセカンドダウンに変えます。見事なディフェンス対応しましたのはクラブベアーズ17番の橋本、京都府立大学出身のルーキーです。さあこれにより、三重ファイアーバードセカンドダウン前進なくセカンドダウン10の状況、攻撃権更新距離は必要距離10ヤード変わりません。さあ次はどのようなプレーを展開するでしょうか。今度はハンドオフからのランプレー、ハンドオフで中央へのランプレーを選択しました。35番ディフェンス殺到する中、これを見事にかわしまして体をスピンさせながら中央切れ込み、約3ヤードゲインを獲得しています。非常に厳しい中、しかし前進しましたのは三重ファイアーバード35番の吉田、首都高校出身のこちらもルーキーです。そしてエイジ45、高齢45歳ですが、しかしルーキーとして参戦してまいりました。年齢に関係ありません、その挑戦する勇気を踏んだ者が勇者となります。さあサーダン、パス成功、クォーターバック4番、ここで裏を突くようにランパース、奥に走り込んだ80番がターゲットでしたが、しかしこれをわずかに80番キャッチできずパス不成功、前パス失敗ですのでボールは元に戻され、次の攻撃フォースダウンに変わります。さあ一気に前進図らんという攻撃を展開しましたが、しかし最後の攻撃権、三重ファイアーバード体型を変えパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄となります。しかしそれによって陣地挽回図ります。さあベアーズリターンに入る、まくれるか、さあ右に奥に展開していく、ナイスリターン、リターナー0、1番このパントをキャッチしまして、相手ディフェンスを見事なステップワークで引きつけつつ右オープン展開、相手陣入ったところまで返しまして、この位置からベアーズ攻撃権という形に変わります。攻守変わりましてテイクオーバー、ベアーズに攻撃変わります。そのきっかけを作る見事なリターンを果たしましたのはクラブベアーズ1番の杉田でした。日本大学出身のプレイヤーです。さあクラブベアーズ相手陣入って、相手陣48ヤードからのファーストアンテンに入ります。攻撃権更新、必要距離同じく10ヤード、パス不成功、まずベアーズもパスから入りました。左に展開していた1番にパス、しかし1番手には触れましたがキャッチできず、パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。さあこのチャンスをしかしベアーズは生かしたい。相手陣48ヤードからクラブベアーズセカンドダウン10、パス成功、クォーターバック
ここで、6番左に展開しておりましたワイドレシーバー25番にパス、これを25番見事にキャッチしまして約10ヤード近いゲインとなっています。しかし攻撃権更新にはわずかにまだ至っておりません。サードダウンになる模様です。クラブベアーズサードダウンインチ残り1ヤードありません。さあ手堅い中央へのプレー見事決まりました。攻撃権更新です。クラブベアーズパス、この距離を確実な中央へのランプレーで獲得しました。見事その期待に応えました45番攻撃権更新になっております。クラブベアーズファースト、確実にこの1ヤード取りましたのは45番の川端です。北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣36ヤードからのファーストアンテン、今度はパスいった、パス成功ファースト、今度はクォーターバック中央切れ込んだワイドレシーバーにパス、ディフェンス密集する中このパスを見事ワイドレシーバーキャッチしまして見事攻撃権更新になっております。クラブベアーズファースト、タフなキャッチ決めましたのは、85番でしょうか、見事なキャッチでした。85番西江です。大阪教育大学出身、エイジ52、52歳のプレイヤー、今シーズンも活躍しています。さあ今度は右に展開します、パス成功、今度は右奥に展開しました1番がこのパスをキャッチしまして約5ヤードのゲインを果たしております。確実なキャッチを決めましたのは1番の杉田でした。日本大学出身、クラブベアーズセカンドダウン5、パス不成功、今度は左に展開していた1番にパスを投じましたがこのパスはショート、パス不成功でサードダウンに変わります。しかし非常に、巧みな攻撃を展開しております。クォーターバックは6番の杉谷です。大阪体育大学出身、エイジ53、私と同年代です。そして学生時代は関西一部で活躍しておりましたアスリートクォーターバックです。クラブベアーズサダン5キュビーサック、そのクォーターバックをキュビーサック三重仕留めました。クォーターバック6番右に展開し奥に走り込むレシーバーがめがけてパスを投じようとしましたがそこに三重80番が殺到、見事なパシュートでこれを仕留めまして9位策、パスを投じる前に仕留めフォースダウンに変えます。素晴らしい9位策を決めましたのは三重ファイヤーバード80番の、桐山でした。大阪市立大学出身の、プレイヤーです。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクになります。アメリカンフットボールは審判団の事前協議によりましてその日の天候、気温、湿度を鑑みましてクォーターの半分でウォーターブレイクを入れるケースがございます。本日は残暑厳しい中、また曇天で雨も降る中の非常に湿度が高い環境でありますため熱中症対策としてレフェリータイムアウトが入る模様です。しかしその時が過ぎるのを感じないほどの素晴らしい展開を現在ベアーズが行っております。相手陣入ったところですがしかし三重もここで QB サックしましてその攻撃を断ち切らんという状況でのウォーターブレイクに入っています。さあウォーターブレイク解きまして試合再開、クラブベアーズフォースダウン15の状況ですがフォーメーション組みました、プレーします、フォースダウンギャンブル、この1回でこの距離突破を図ります。失礼しました。パントに切り替えます。これはナイスパント。失礼しました。パンターを見失っておりました。プレーをするかと思いましたが、ここはパントで状況を少しでも優位にする形で攻撃譲渡となりました。しかしここでパンター87番見事にコントロールしまして、
三重ファイヤーバードを自陣4ヤード付近に押し込み、この位置で攻守交代となっております。見事なパントを決めましたのはクラブベアーズ87番ゆきさでした。近畿大学出身です。こちらもエイジ46、オールドルイキー素晴らしいプレーを見せています。さあ攻守変わりまして三重ファイヤーワードの攻撃、しかし自陣4ヤードからのファーストアンテン、さあまず外へ行った、ここでパスプレーをからまず入りました。左に展開していた7番へのヒッチパス、ここから7番がタックル受けながらキャッチアンドランを展開しまして約4ヤードのゲインを果たしております。非常にタフなプレーでしたが見事に決めております。ワイドレシーバー7番は白川でした。同志社大学出身のチームキャプテンです。三重ファイヤーバードセカンドダウン6、さあ今度のプレー、しかしここはクラブベアーズダイスディフェンス、今度はアイフォーメーションのテイルバックにボールを託しまして中央突破を図りましたが、しかしディフェンス陣プレッシャーをかけましてこのランを阻止しています。サードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン5、さあ今度は外行った、しかしこれもクラブベアーズナイスディフェンス。ランニングバック18番トスを受け右オープンのランで展開を図りましたが、しかしクラブベアーズディフェンスに殺到しこのラン阻止、フォースダウンに変わります。三重ファイヤーワードフォースダウン2、パントフォーメーションを取ります。このパントプレッシャーありまして陣地を大きく返す形はできませんでした。三重陣の自陣28ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権テイクオーバーが変わりましてクラブベアーズに変わります。クラブベアーズ相手陣28ヤードからの攻撃になります。ファーストダウン10、さあ取っている、どこまで行く、タッチダウン。ここでクォーターバック右に展開していたレシーバーにパスを投じました。ワイドレシーバーこれをキャッチしたにボールをジャッグルしましたが、これを見事に確保、そのまま一気にエンドゾーン走り込んでタッチダウンとしています。クラブベアーズ鮮やかなパスプレーにより先制となるタッチダウンを決めまして6点獲得となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキックも決まりまして1点追加、クラブベアーズ7点、三重ファイヤーバード0点、まずクラブベアーズが先制タッチダウンを上げた形に成功となっております。見事なキャッチでした。逆リードのため非常に厳しい状況でしたが、これを見事にワイドレシーバー12番でしょうか、番号の確認が、非常に厳しい状況でありましたが12番のようですね、見事キャッチ決めまして先制のタッチダウンになっております。見事にキャッチしましたのは12番の小田でした。大阪産業大学附属高等学校出身のプレイヤーです。
さあ、鮮やかな小田のタッチダウンパスキャッチによりましてベアーズが先制しまして、その得点を挙げたクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。さあ、三重リターンに入ります。左オープンを展開図りましたが、自陣25ヤード付近の前進でとどまり、この位置からの攻撃となります。さあ、先制を許す形になりました三重ですが、この攻撃シリーズで突破を見出すことができるでしょうか。三重ファイアーバード、自陣26ヤードからのファーストアウト。さあ、中央へのランプレー、まず密集点へのランプレーを投入しました。着実にディフェンスを中に引きつけるかのようにまず密集点をつきました。しかしこれはクラブベアーズのディフェンス集まり力、ゲインは1ヤードにとどまっております。三重ファイアーバードセカンドダウン9。クォーターバック9番ランプレーを展開しようとしました。しかしそのランを阻止するように、クラブベアーズ66番が仕留めます。パスを投じる投じようとしましたが、プレッシャーからスクランブル、ランプレーに展開を切り替えました。しかしこれを66番封じまして、ノグエイン、サードダウンに変わります。見事に対応しましたのはクラブベアーズ66番の斉藤です。立命館大学出身。三重ファイアワード、サードダウン9。パス成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック9番、右スプリントアウトから81番にパスを投じました。しかしそのパス、クラブベアーズディフェンス陣がパスカットし、パス不成功としています。ダウン1つ変わりまして、フォースダウンに変わります。三重ファイアバードフォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。さあ、リターンに入る。トラブルがあった。ビッグプレーファーストダウン。ここでプレッシャー浴びて不規則になったパントをリターンしようとクラブベアーズリターナーが確保しようとしました。その時にボールをマフ、確保できず落としましてファンブル。落としたボールを最終的に確保を取り直したのは三重ファイアワードを従ってボールを取り返し、攻撃権取り返す形になりまして、クラブベアーズ攻撃継続です。クラブベアーズ失礼しました。三重ファイアワード攻撃継続です。三重ファイアワードファーストダウン。これがパントシチュエーションの面白いところです。一気に距離が前進後退する、パントチームがスナップをミスすれば大きく後退するというリスクがありますが、しかしリターンチームにもボールの確保を誤った場合には大きな状況不利を導く可能性があります。今回はそれがパンターチームで、パントチームである三重に働きました。結果的に三重一気に大きく前進する格好で攻撃を得る形になっております。現在フィールド上負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られています。先ほどのシーンはすみませんが、スロー V の確保できませんでしたので、YouTube をご覧いただいている方はスクロールバーで先ほどのシーンを振り返っていただき、ご堪能いただければと思います。アメリカンフットボールはいわゆる攻撃と守備に注目が集まりですが、キッキングは非常に重要な要素となる、そのワンシーンでもありました。
さあ結果的に三重相手陣16ヤードの攻撃に入ります。さあこのチャンス生かすでしょうか。三重ファイアーバードファーストダウン10。パス不成功の判定です。ここで三重はパスプレーを展開しました。中央切れ込んだタイトエンドのパスでしたが、しかしあわやインターセプトという瞬間でもありましたが、これをディフェンスは確保できませんでしたので、パス不成功の判定、セカンドダウンに変わります。三重ファイアバードセカンドダウン10。これはベアーズナイスディフェンス。今度はランプレーでトップ剥がりました。何枠18番ハンドオフを託され左オープン展開、しかしそこにベアーズディフェンスライン陣佐藤、このランを阻止して2ヤードロスに変えています。ダウン変わりましてサーダウンに変わります。ここは33番の素晴らしいペネトレートがありました。クラブベアーズ33番は中野です。大阪芸術大学出身。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、クラブベアーズ7点、三重ファイアバード0点。攻守方向入れ替え、これより第2クォーターに移ります。